m g 百五十一機関砲は1 9四十年にナチス政権下のドイツでマウザー社が開発、製造した機関砲である。十十五九六ミリメートル弾を使用する m g 百五十一と二十 x 八十二ミリメートル弾を使用する後継拡大型の m g 百五十一二十の二種類が存在する。第二次世界大戦中、メッサーシミット b f 百九や フォッケウルフ FW190 などドイツを代表する戦闘機だけでなく爆撃機などドイツ空軍の航空機関砲の一つとして幅広く装備された。戦後もフランス及びフランス製兵器の供給を受けた南アフリカにおいて用いられたほか、戦時中には日本とアメリカで輸入品の使用とコピー生産が行われている。なお、 MG151 はプロペラ同調が可能、または容易に対応させることができるので、エンジンにマウントしたプロペラ軸内装備の場合は、モーターカノンに分類されることがある。ドイツはベルサイユ条約によって、MG34 機関銃と同じように、それまで航空機関銃も製造が禁止されていた。ラインメタル社は、スイスから輸入した MG30 を改良し、 戦回機銃の MG-15 や固定機銃の MG-17 など 7.92mm 機関銃が生産され主力戦闘機を想定していた初期型の BF-109 には後者が搭載された。スペインアイランドでの実戦経験のノウハウにより火力の増強が図られエリコン車製の 20mmFFS 機関砲を支給購入したが寸法が大きく DB601 のシリンダーの間に収まらず、代わりにエリコン FF をもとに、球団ドラムなどに改良を加えた 20mmMGFF 機関銃がライセンス生産された。しかし、b f 1 0 9 e 2に試験的に搭載したところ、エンジンからの振動によるトラブルが多発、結局主翼に装備せざるを得ないことや、 初速や弾道性能などの評判が良くなかったことから、ラインメタル社とマウザー社のそれぞれに新型機銃が発注された。ラインメタル社は電気発火式によるプロペラ同調式の 13mmMG131 機関銃を開発した。一方、マウザー社では MG151 が開発された。これは、より高威力を求めるドイツ空軍の要望を満たすため、 小口径機関銃の高所速性能と大口径機関銃の火力を狙ったと思われる。初速が秒速900メートルを突破するという驚異的数値を叩き出すが15ミリメートルという中口径に見合わない重量と反動による航空機の機種強度、部品破損などが問題になったことから次期機関砲の開発が進められた。MG151 15と MG151-20 の書く方。左から NG151-20 及び 15NG151-20 及び15そこで MG151 をベースに開発されたのが MG151-20 だった。この時、後継式別のため従来の後継メートルを m g 五二十ミリメートルを m g 五十一 20と故障するようになった。MG151-20 は MG151-15 と大差ない重量であるにも、かかわらず MG151-15 の 196cm というサイズよりも短く、フランスで開発されたイスパノスイザー HS404、機関砲の 250cm と比較すると小さかった。 ドイツオリジナルの大威力の炸裂弾である薄、ラ流弾を使用でき、HE と表記される。この流弾は弾丸の外角にプレス加工を用いたもので、従来の流弾と比べると弾頭内容積が大きい。ために、炸薬比率が高く、通常の流弾は弾頭重量に対する炸薬比率は10から25%程度であるのに対し、実に重量比で80%近くもあり、 破壊力が大きいものだった。このプレス性外核の製造には、精密なプレス加工技術を要した。MG151-15 の後継とあって、電気発火式も開発され、ダイムラーベンツ射精など倒立、V 型エンジンへのプロペラ軸搭載も考慮された。モーターカノンとして搭載した場合、 プロペラ同調装置を必要とせず機種搭載による命中率の向上が期待できるほか強固なエンジンマウントに実装することで発射反動を吸収でき小柄な機体でも大口径機関砲を搭載しやすく重量物が機体中心に集中するので完成モーメント増大を防ぎ運動性に影響を与えがたいなどの利点があるだが当初に計画された主力機である BF-109 の機種に搭載するには少々大きかった。それでもベルト球団式のスマートで高威力な機関銃として FW-190A に翼内銃として搭載され、後には BF-109 でも回マイナス4以降はモーターカノンや両翼下のガンポットに搭載されるようになった。以降、戦闘機から爆撃機まで幅広く、 従来の 7.92mm 機銃や MG151 とは、メイコンビとなる 13mmMG131 機関銃などと、混載装備された。MG151 は、同盟国軍である、日本陸軍航空隊にも800兆が約40万発の弾薬と合わせて、潜水艦による隠密輸送で輸入され、マウザー砲の故障で3式戦闘機、 ヒエミ1型兵に搭載された。マウザー砲は、1943年12月初旬に、当時の最前線であるニューギニアの上枠に展開する、飛行第68戦隊や第78戦隊、上級部隊たる第14飛行団の核、ヒエン装備部隊に、補充機を兼ねたマウザー砲装備済みの新鋭機10機と予備砲を含む、 現地機への取り付け改造用の方が9 7七重爆3機にて、公務員同伴で空路にて送られ、階級を問わずその部隊のエースパイロットたる操縦士たちに優先的に割り当てられたほか、飛行台244戦隊や第56戦隊といった日本本土防空部隊にも配備された。日本におけるマウザー法の評価としては、B-25 爆撃機の左翼が、 バタンとへしを折れた貫通砲弾の出口に直径1メートルほどの大きな風穴が開いていたといった従来の日本陸軍機装備の航空機関砲を凌駕する強力な破壊力、初速も高く狙ったところに一直線に飛ぶ弾道性能や命中率の良さ、装填不良や二重装填もケ器のボタンを押すだけで回復し、油圧式でなく電気式による 信頼性の高さから、歴戦の操縦士はもちろん、全操縦士たちから、幾度音に絶賛され、数に勝り防備も固いアメリカ軍戦闘機や、爆撃機相手に遺憾なく力を発揮した。なお、日本海軍も1943年末に、MG-151-22 丁輸入したものの、この時期には、MG-151 20と遜色ない性能を有する99式 20mm2 号、機銃4型の量産が軌道に乗りつつあり、99式 20mm2 号、機銃4型の改良型やより、強力な5式 30mm 機銃の開発も進んでいたためか、陸軍ほど興味を示さず、実用機に搭載した記録も残っていない。先日の日本陸軍に正式に供与された、 マウザー法の整備は、飛行船体に付属する武装担当の整備班の手に、追えるものでなく、元より現地の整備隊でうかつに分解することすら、厳禁とされていた。また、MG151 のもう一つの特色である薄、柄流弾は、当時の日本の金属プレス技術では模倣できず、使用されていない。なお、薄柄流弾は日本だけではなく同様に、 MG151 をコピー製造したアメリカでも生産は行われていない。1941年、アメリカ軍に対して MG151 を六角したイギリス軍により実中が提供され、アメリカ軍ではその高発射速度と後継に比して小型軽量であることに注目し、コピー生産を試みた。使用弾薬は対戦車兵器として開発されていた。 60カロリーダンとされ、コルト社によって MG151 をリバースエンジニアリングしてロングアイランド交渉で試作品を製造、ゼネラルモーターズの参加である家電メーカーのフリッジデール社によって量産され、1942年に60キャリバー T17 として仮正式化され、同年11月より実写試験が開始された。しかし、 精密プレス加工された部品を多用した構成は安定した品質を保って量産することが難しく、高精度の加工を可能とするために必要な加工用鋼材のコストも高いものだった。大量生産を可能とするためにこれらの点を変更した結果、T17 はオリジナルの MG151 の約 43kg に対して134ポンドもあり、 故障発生頻度が激増した上に安定して発射できる速度は600発、分に止まった。故障率は問題点を改良した T17E3 においても平均して1000発に1発と高く重心寿命も短かった。T17 は計画試験中に約95万発を発砲するテストが行われたが作動不良と部品の破損が続出、これに対処するために t39, 41, 50, 51, 63といった各種の改良型が設計されたが、開発目的であった小型軽量かつ高発射速度と大量生産が容易で、現実的な製造コストで量産できることの両立を実用的なものとして達成することができず、開発は断念され、航空機銃としてではなく、車両に搭載する対空砲としての開発、 配備に計画が変更されたもののこれも実行されず、戦争終結後の1946年に計画は正式に放棄された。MG151 同様、20mm 口径に拡大した発展型も開発、試作されたが、同様の問題を発生させて開発中止となっている。60カロリー弾を使用する対戦車兵器として開発されていた T1 及び、 T1E1、e、追戦車ライフルも重量がありすぎて人力による過半が難しく弾頭威力がすでに対戦車兵器としては威力不足であるとして1944年11月に開発中止となり T17 は5000機が発注されたが約300機のみが製造されたのみに終わった60カロリー弾は600万発が製造されたなお60カロリー弾は 鉄鋼弾と通常弾のみが開発、製造され、MG151 の特色であった、薄柄榴弾は製造されていない。60カロリー弾は後に戦後アメリカ軍航空機に広く使用された 20X102mm 弾の元になっている。果樹平身長、アーヒエン戦闘隊、三人一 NF 文庫、1996年、ABCDEFA ル。 RUT172020 年7月2日、閲覧タイプ 15120mm カノン 20mm アルエット、サンガンシップバリーズバーダンホースと YouTube、南アフリカ軍における SA316 への搭載方法を解説。ありがとうございます。